モンキーレスコア編でございます。パワー。あれれれれれっていう感じなんですけどね。こんにちは、マットですって感じです。今日ケーキに動画撮っていこうと思うんですけれども、というわけでモンキーレストア編でございます。先日ですね、こちらのスイングアームをとりあえず取り付けたわけなんですけれども、まだまだね作業が残ってますんで、走れる状態に今日は持っていこうと思っております。というのもですね、本日4月の11日ということで木曜日なんですけれどもね、明日4月12日から富士チャンピオンレースというものが始まります。でですね、そこでこちらの車両引き渡しなんですね。前日でございます。特貫工事すぎるスケジュールがない。え、本当にですね、僕4月なんかよくわかんないんだけど家にいないんだよね。なのでですね、このモンキーを触ること自体がですね全然できてない状態が続いてたんですね。やばいよね。とはいえこの子状態はね、さすがに元オーナーなので理解しているつもりでございます。というのがもうですね、エンジンはかかりますし、スイングアームの取り付けも一応完了はしているので、ここからタイヤを履き替えてあげれば基本的には走れる状態になるわけですね。なので本日はですね、カネゴンさんの息子リョウくんにですね、こちらのモンキーを渡せる状態まで持っていこうというのが本日のミッションでございます。なのでですね、今日はね、行動復帰会です。まあ本当はね、じゃあこのハンドルとかも綺麗なのに変えたりとか、こういうね、リアキャリアなんかもビカビカに磨いたりとかっていうことをやった方が、まあレストアっぽいはレストアっぽいんですが、その辺はですね、納車後のリョウくんの楽しみということにさせていただきまして、本日私はこのバイクを走れるところまで持っていくというのが一番のミッションになっております。現在時刻はですね、14時。ここから日が暮れるまで約4時間というところでしょうか。間に合うのかな。というわけでいろんなものを準備いたしました。前後新品タイヤ、チューブとかミラーとかチェーンとか黄色のやつも用意しました。というわけで今日はモンキーちゃんを道路を走れる状態まで直していきます。私事でございますが、音楽活動もしておりまして、ライブがあったんですね。首がムチ打ち状態でございます。頭の振りすぎです。さらに足首も壊れております。満身創痍ボロボロの状態ですが、今日は楽しく整備していこうと思います。というわけで今日も元気にやーっていこう。ですね、タイヤを交換しないといけないので、まずはリアホイール外してですね、タイヤももう外しちゃって、早速タイヤを組み替えていこうと思います。バラしていく。すいませんね、急に外れておりますが、ちょっとご近所さんがね通りまして、くちゃべりながら作業してたらもうここまで来ちゃいました。ハブを取っ払っちゃいます。はい、リアハブ分離完了。ここにね、ボルト4本で止まってるだけでございます。でなのよ。こちらがですね、モンキーの10インチホイールになりますね。モンキーって普通8インチなんですけど、じゃあタイヤどうやって外すのと。車だったらタイヤチェンジャーというものがあってですね、ベッツってこうやってセットしてグイーンって回しながら、ここのビードを落としていくと外れるんですけど、このホイールはですね、合わせホイールと言いまして、ここにボルトがくっついてますね。これで、ペコンつって挟んでるだけなんですね。なので、このボルトたちを1本ずつ外していきます。結構重労働なんだ。いっぱいやって。めんどくせんだ。やっていこう。ここが六角のボルトでくっついてるので、こいつをつけまして、そこそこのトルクで閉まってるのでハンドル使いまーす。スピンナーハンドルというやつですね。回せば緩むかと大思いですが、反対側もナットで止まってるので10ミリのメガネで押さえまして、パワーという感じで緩めていきます。はい、全部緩みましたので、ラチェットに変えてちゃっちゃく外していきましょう。ういら、はい、取れました。こんな感じでホイールが2枚重なってるんですね。反対側も来た来た、よっしゃ。はい、というわけで分離しました。こんな感じで3分割されます。というわけで、一旦ホイールが外れました。だいぶ汚いんでちょっと洗わないとね。はい、綺麗になりました。早速ね、これにタイヤを組んでいこうと思います。というわけで今回用意したタイヤがですね、こちらダンロップのランスクートというタイヤになります。まあ、4スクーターって書いてあるんですけど、基本的にね、10インチなんてスクーターかミニバイクしかないので、大体一緒です。まあ、TT93GP とかってハイグリップタイヤとかもあるんですけど、いわゆるストリートを走るだけなので、そんななんかハイグリップタイヤじゃなくてもいいだろうということで、今回はこのダンロップのランスクートというタイヤを選びました。こちら。
このタイヤはチューブタイヤなので、こちら IRC のチューブっていうのを入れていこうと思います。ざっくり2000円しないぐらいでしたね。ビロビローンって広げると、この通り輪っかになってまして、こいつを膨らますと、こういう状態になるわけですね。昔ね、ドラえもんで、ハレー彗星の尻尾という回でしたかね。ハレー彗星の尻尾が地球にかかると、地球の酸素がなくなるということで、このタイヤのチューブを買い占めるという回がありましたね。ドラえもん非常に好きなんですけれども、急に僕は何の話をしてるんでしょうかね。疲れてるのかもしれない。組んでいこう。これチューブタイプのタイヤにはですね、チューブを入れてくださいという場所のマークがついております。この黄色ポチのところと、こいつが大体合ってれば OK です。で、ここにホイール、チューブ入れるところが、こうやって出てくることになるわけですね。というわけで、ホイールを組んでいこうと思います。チューブのこの先っぽを出しまして、とりあえずナットをかけるだけかけてと、逆側を合わせ込んで、全8箇所のナットたちを締めていきます。で、この時にチューブをここで挟み込むと、チューブ自体が破損してパンクになる恐れがあるので、ちょっと気をつけてやってください。はい、というわけで、きっちりトルクもかけまして、ちょっと空気入れてみましょうね。あ、いい感じですね。一輪組み上がりました。こんな感じでモンキーのタイヤホイールは挟んで組んでいくんですね。こんな調子でもう一輪やっていきます。パワーパワー。というわけで2本とも組めました。ちょっと太さが違いますね。こっち 2.75 のこっち3なんでね。というわけでハブを組み付けていこうと思います。まずはリア側、この合わせホイール左右幅が違うので、こっちの深い方にギアハブちゃんが来ます。そもそもタイヤの回転方向に対して右側にね、こいつはくっつくんで、位置は基本決まってますよということでございます。簡単でございます。ネジ4本で止めてあげるだけです。はい、というわけでハブがつきました。スプロケンも装着完了しました。磨いておきました。さーて、楽しい楽しいリア回りドッキングタイムでございます。ドラムブレーキちゃんを出して、こいつを締めてあげればバッチリでーす。はい、というわけでリアホイールつきました。かっちょいいね。なんか暗くなってるよね。この辺取り付けてブレーキ周りの調整してたんだ。日が暮れてしまった。ちゃんと止まります。6時20分だって。まだチェーンすら張ってねえや。何時に終わるんだろう今日。ドキドキしてきちゃった。さーて、というわけでチェーン組んでいきましょう。新品でございます。新品って何でもいいよね。黒光りしております。外は真っ暗でございます。チェーン買った。初めて買って使った。使い方を覚えるまでに時間かかった。はい、リア周りが完成しました。なんかチェーンずいぶんたるんでる気がするんですけど、これ一時状態だとちょうどよかったんで、これでお許しくださいまし。へー、ブレーキの調整とかでえらく時間食っちまった。ちょっとかっこよくなっちゃったんじゃないの。じゃじゃーん、前後10インチ化しちゃいました。いけてるやんね。くー、これであとはバッテリーをつけてあげるのと、タンクのヒューエルコックをつないであげれば終了かな。時刻は8時33分。いや、でもかっこいいです。いけてます、僕のモンキー。くぅ、この状態でちょっと乗りたかったな。いや、バッテリーやらなんやらつけましょう。真っ暗。はい、というわけでですね、なんか夜中の映像だったと思うんですけれども、急に日中になっているぞと。あれ、まだバイクがあるぞと。あれれれれれっていう感じなんですけどね。先日ですね、いろいろやっていたところ、フロントのドラムブレーキの中ですね、ここの中のですね、ブレーキシューがですね、ペラーンって剥がれてまして、このまま引き渡すことはできないと判断しまして、延長戦になりました。本当にりょうくんごめんなさい。まあじゃあちょっとそのまんまじゃあかんだろうということで、じゃじゃん、何やら怪しげな箱があるんですけどね。チラッとチラッと、引き続き大改造です。まだまだやることがあるぞということが分かりましたので、しかもですね、なんか新潟原付の免許を取るのがいろいろ大変らしいんですね。そんなすぐに取れないぞっていうことなので、私今のうちにこの子ちょっと大改造していっちゃおうかなと思っております。
というわけで、この動画を見て、モンキー今後どうなるんだろうと気になった方はですね、高評価とチャンネル登録を、ヤマトお前結局時間間に合わないんかーいって思った人はですね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。前後ディスク化か。高校生の頃の夢、やっちゃうぞ。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、OK です。